はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ、第255回でございます。で、今回テーマが、いろいろ手を出すと失敗するというテーマと、あと厳しいことを言う動画という、ちょっとそれはね、あの、今後の話というか、ちょっとお願いも含めてなんですけど、まあ、そんな感じで話していきますので、よかったら最後までお付き合いください。という感じで喋っておりますけども、現在の時間、午前4時でございます。おはようございます。<laughs> しかもあちょっと寝落ちして,しまって子供も寝かしつけで寝落ちしてしまってですねまあ1時半ぐらいに起きてちょっと仕事をして今撮影に至ってるんですけど。 風邪をひ、風ひいたのかなわかんないですけど、ちょっと、ね、鼻水ちゅるちゅるでね、絶対話すする音入るんですけど、お許しください。<laughs> はい、ということで。でですね、今回話すのは、まあ、いろいろ手を出すと失敗するという話をしていくんですけど、よくですね、まあみんなも生きてきた中で、例えばなんか興味を持ってやってみたいみたいなことを親に話すんだけど、まあ自分自身でも自覚すると思うんだけどさ、 興味がその、まあ、三日坊主ではないけど、結構短いスパンで興味が失せてしまうと。そうすると、またなんかこういうのやってみたいんだけど、またすぐ飽きるんじゃないのみたいな、言われたりとか。で、ま、あみんな自身もさ、こう、そういうのを繰り返していくと、なんか興味持ったとしてもさ、またすぐ飽きちゃうんじゃないかなとかさ、あとはちょっとこう軽く手を出してみたら失敗するみたいな、そうそう、なんか痛い目見るみたいなのがさ、まあ、あ、経験ある方もいると思うんですよね。 で、いやもう自分はそういうのを親に言われてたのかな自分って結構、あの、熱しやすく冷めやすいんです俺すごく。昔からね。だから、割と興味を持つんだけど、ね、親に何か買ってもらったのにやんなくなるとかさ、そういうのも結構あって。で、その大人になってから何かやってみようとかやってみたいなと思ったとしても、続かないんじゃないかとか、まあ特に自分の動画の、 この活動に、なんだろ、合わせて話をすると、ひとまず、ひとまずとかやってみるわ。こういうことやりますって言うんだけど、こう、うまくいかなかったりとか、自分のモチベーションが下がってしまって、途中で中途半端に終わるみたいなのって結構良くないんですよね。その YouTube のチャンネルとしては。あいつなんか途中でやめてよ、みたいな。うんまあん。ま、そう思うよね。自分が逆でも思うと思うし。 そう。だから、じゃ慎重に考えて、考えてから始めようっていうのがまあ筋だと思うんです。まあみんなの人生に、ね、あおいてもね。ただ、結構慎重になりすぎちゃってる時もあると思っていて、まあ自分のさ、チャンネルなんて、あの、昨日かなカレー作りながら、あの相談ね、ちょっといくつ、5個ぐらいかな相談に答えるみたいな長い動画をちょっと投稿したんですけど、その中でも話したんですが、 あの、解きサポっていうね、解き方サポートっていうのをちょっと始めてたん、始めたんですよ。夏休み前ぐらいに。まあ、今やってないんですよ。そう。かなり中途半端に終わってしまったと。で、もう一個は、あとドラムですね。ドラム動画。あの、全1個、えっと、練習行ったんですけど、撮影もしたんですけど、編集時間があまりにも取れなくって、その、なんかさ、6月だったかな。そう。6月、7月 ?6、7月どっちか行ってね。 で結局投稿できなかったのがあるんですよ。で、まあその辺もかなり中途半端ですよね。そう。だから、まあ、チャンネルとしてというか、まあ人としても微妙なところもかなりさらしてると思うんですが、もともとね、結構そのごちゃごちゃとか、まあ大丈夫かなとかこう、準備でいろいろ考えて考えると結局やらないになっちゃう人なの。俺自身が。で、それはもう自覚してたし、まあそれでいいやと思ってたんですけど、 まあこの年、この年になってという言い方も変化。ただ、うーん、まあ30過ぎてくるとさ、なんていうのかな、20代の時よりも時間が有限じゃないんだっていうことを、まあ、すごく実感していくのね。だから、なんか、時間を、まあ、有効に使うっていうところも大事だよね。無駄なことに時間を使っちゃいけないなと思ってる自分もいるんだけど、でも、 考えて考えてやらないっていう選択肢ってもったいないなっていう風うに思う自分が強くなってきたの。30過ぎてからね。ひとまずやってみたらっていう。うーん。まあ、考えなしに突っ走ってしまうっていうのはもちろん失敗のもとにはなるけども、やってみて見えることとか、やってみてやっぱり合わなかったなって気づくこともあるわけじゃないですか。 やる、やりたいなと思ったんだけど、いろいろ考えてやらなかったってなった時に、あんの時やっとけばよかったな、とかって思うこともやっぱりあるわけで、やってみてから後悔することももちろん出てくるし、ね、タイトルにあるように失敗することも出てくるんだけど、自分は今、いろいろやってみたらいいんじゃないかな、っていうのをすごく思ってますで。それは学生のみんなにもすごく、あの、伝えたいところで、 学生のうちのはやっぱり慎重になると思うんだよね。自分に自信がない子も多いだろうし、私なんかやったってやとか、俺がそういうことやってもなぁ、みたいな。何も意味ねえんじゃねえかなーとかと思うこともあると思うんですけど、興味があることは、ひとまず何かできること、チャレンジできることがあるんだったらやってみたらいいと思います。ひとまず、なんだろう、勉強してみたりとかわかんないけど。まあ、お金がかかること。例えば、何か、 機材というかさ、その、それをやるにあたって道具が必要になる場合とか、あとはまあ習い事をね、なんか習うには通うね、スクールに通うことになるとか、わからないけど、お金がかかるとね、どうしても、あの、みんな自身でお金払えないこともあると思うんで、こう、親御さんというか家族のね、理解が必要になってくるんですけど、でもなんか、うん、やれることはやってほしいなっていうのはすごく思います。うん、自分はまあ30過ぎてそういう風に変えてって方向転換をしてって、 まあね、こうさっき言ったように「トキサポ」とかさドラムに関してはどうなのって思う方もいると思うんですけどでも自分はやったことは後悔してないし、うん、その時にこういうふうにやりたいなと思った気持ちがあって始めて自分がやりたいと思ったからねで、まあ、そのやるにあたって特にドラムとかだと、まあ、一番ネックなのはやっぱりね、まあ、東京であの習ってるんですけど東京まで行く時間というかその日程が取れないっていう。 であの先生やってくれてる台無しさんねダイナさんもすごくまあ忙しい方なんでなかなかかみ合わせられなかったりとかうんでその1ヶ月に1回行けたらいいなと思ったんだけど事実上それが難しくなってきてしまって。 それだったらなんか、中途半端になってしまうのかなと思って、すごい悩んでるとこなんですけど、でも通いたいんですけどね、ドラムやり、なんか、ある程度できるようになりたくて、多少はね、ちょっと、習ってできるようになってきたからさ、余計にすごく思うんだけど、そんな葛藤があったりとか,時か、トキサプリム、トキサプリ関しても、みんなからさ、これ教えて、この問題教えてくださいっていうのにすごい答えたいのだあって、 YouTube のさ授業っていうのは自分がこうカリクラムを決めてこれ撮りますって言って撮ってるからさそうじゃないじゃんみんなが困ってることにダイレクトにさもうなんだろうアプローチできるってもう幸せらしかないじゃんだってみんなが分かんないっつってこれこうだよああそういうことかありがとうございますっていうやりとり一個だけでも幸せらしい、まあ、もちろんそれがねそれだけでさなん,かなんだろうそれうまくやらないと結局教えてもみんなの成績上がらないっていうことにもなりえるからさ まあ気をつけなきゃいけないところではあるんですけど。うーん、まあやり方がいろいろかな。せっかくやるならさ、みんなにとってプラスになってほしいなと思うし、時キサップとかはね。うん、という、まあどうしようかな、どうしようかな、何がいいかなって今考えてる段階ではあるんですけど、でもそうやって考える段階に至ったのは、まあまずは始めてみたというか、スタートを切ったからこそ分かったことだとは、やっぱり思うのでうん、失敗するのが人生で悪いことだとな、悪いことではないと思います。うん、時には人に迷惑をかけてしまうことももちろんあると思うけど、 一人迷惑をかけて、例えば10の迷惑をかけてしまったら11の高校で返せばいいと思うんですよ。そう。マイナスが10あったらプラスで11返せばいい。結局相殺されてプラスにすればいいと思ってるので。だって迷惑をかけることあるもん。どうしても。もちろんかけない方がいいんだよ。いいんだけど。そうそうそう。だからそれをプラスで補おうっていうかさ、マイナス以上のプラスで返してあげようっていう気持ちがまず大事だと思うし。だから親にもね。 こうお金かけてしま、かけてもらって、で飽きてしまって、あ申し訳なかったなとかいろいろあると思うんですけど、でもその短いね、例えばみんなが今生きてるその、この1年間とかではさ、なかなか返せなかったとしても、人生長く10年とか見積もった時に考えて、そこで返してきたらいいと思うんだよね。自分とかもちろんそのも、もろその生き方をしてるタイプだから、そう、迷惑かけたからさ、親にはさ、いろいろ、心配もかけたしね、そう。だけど、YouTube でこうやってやって、 で、ちょっとずつ恩返しできたらいいなと思ってるんで、まあ、みんなもそういう風に生きててもらえたら嬉しいかなと思います。はい。で、最後にね、厳しいことを言う動画っていうんですけど、あのー、割と自分、夏休みにもそうですね、たまに、こう、まあ、閲覧注意ってよくタイトルにつけてるんですけど、結構こう、ぐさぐさぐさ言うっていうか、落ち込んでる時に見ると結構刺さるような動画を言います。みんな頑張ってこうぜみたいな励ます動画ももちろん撮るんですけど、こう、は、それでいいのって。 勉強したのとかさ、<laughs> あの、やるしかないじゃんみたいな、とかいう動画も結構撮ってます。今年は意図的にちょっと撮ってるんですけど、多めに。うん。で、あの、たまにね、それが辛いとかさ、こう、なんか落ち込むんでやめてください、みたいなのを言われることもあるんですけど、あの、ぜひですね、こう、まあ、自分の、それでもね、自分のチャンネルを見て、見に来てくれてる方にはお願いしたいのが、 ある程度、タイトルとか、あの、サムネイルとかで内容ね、あっと危ないんかなとかって分かるようにはしておくので、うまく選んでください。そう。で、なんで厳しい動画をね、厳しいことを言う動画をちょっと増やしてるかっていうと、そのぐらい、今、自分が思ってる、その、励ます、励ますというか、頑張っていこうねっていう動画、そういうのを伝えたい動画と、ちょっとさ、もう一回スイッチ切り替えた方がいいんじゃないのっていう意味の、込めてる動画、まあ、厳しいのと優しいのっていうまあ言い方するとね、 そのバランスはこのぐらいがいいのかなっていうのちょっと思ってるのがあって、それが動画で伝えるにはみんながね、やる気になるというか、その、なんだろ、みんなにとってプラスになるにはそのぐらいがいいんじゃないかっていうのをちょっと思ってるところがある。だからそれに沿って動画をまあ撮る量を決めているので、うん、まあそれがね、そこに噛み合わない子ももちろんいるだろうしさ。だけど動画っていうのは見る見ないっていうのはみんなが選ぶことができるので、 そこをうまくね、コントロールしてもらう。ちょっとみんなに任せてしまってね、申し訳ないなとは思うんですけど、うまくコントロールしてもらえたらと思います。はい。だから、これからも、あの、今日投稿してるから、今一本も撮ってある、ちょっと厳しめなやつとか撮ってあるんですけど、まあ今日か明日ぐらいに上がるかもしれないんで、うん、まあそういうのはね、うまく使ってもらえたらと思います。やる気になったら嬉しいなっていう、願いはね、込めてるから。だからバカにしたくて撮ってるわけじゃないからさ、とにかくみんなが、 その、受験終わった時に嬉しい涙を流してほしいんだって、もそれだけを想像してちょっと今頑張ってるんで自分も。なんかいい感じにね、受け取ってもらえることを願ってます。はい <laughs>。はい、という感じで、今回は、えっと、いろいろ手を出すと失敗するというテーマで喋らせていただきました。今回もね、えっと、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。では、えまた次回ですね、なんか喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。